ずいぶんと奥まで来たが、まだ先はあるのか。ん？何か聞こえない？はーい！油断大敵！お？あれって…リーンの声？なんだお前は！それは俺のもんだぞ！うーそ！ツリーフォークたちから盗んだんでしょ？だから私が盗み返してもノーカン！はあ？おい！それで、何か言うことはあるか？大丈夫！私はルーンに愛されたラッキーガールなんだから、なんとここで運よく援軍到着！大逆転！ほら、あそこ！見て！何？残念ながら運よく援軍なんてことはないようだな。うわ、本当に来た！まあ、いい加減にしろ。こうなったらこいつを人質に。うわ来るな。やった、さすが私。一体何なんだよ！それよりも、あの娘が呼んだらしい援軍がこちらへ来るぞ。行くぞ、メリサ！お前はあの時の俺の村に火を放って忘れたとは言わせないぞ。誰だ。人に恨まれる覚えはいろいろあるんだね。いちいち覚えていないな。ほう、それじゃあこっちは覚えがあるんじゃないか。裏切り者の尻尾持ちじゃないか。今度は連合に尻尾を振ってるのか。所詮は下等種族だな。相変わらずいけすかない野郎だ。ふん、よくもまあここまで追ってきたものだ。暇なこと。中面の者、お前は！おや、それを知るあんたはガーディアンかい？安心してもよい。
ここには原初のレンズはなかった。遺跡嵐が！ほう、随分と因縁の相手が揃ってたようだ。あの子のラッキーってのも本物かもな。観念しろ悪いやつ。連合のクズどもがこの俺に勝てるならと思うなよ。俺の出番だな。Thank you.
がとよ。一点突破。おい、ソルイ。ルーンの火にを見せる。お眠りなさい。ガーディアンの秘技を見せる。行きます。一点突破。くらいなさい。お眠りなさい。なんでこんな連中に、尻尾持ち交じりの連中に。お前には一緒に来てもらうぞ。警備隊に着せた濡れ衣を晴らすために。そっちの住民のも。申し訳ないけれど、我々黎明の教会は忙しくてね、付き合ってあげられないわ。おい、まさか。何をする気だ。ごきげんよう、帝国のしもべ殿。また会いましょう、ガーディアンのお嬢ちゃん。待て！プメよ！くそ！裏切りやがって！残念だが、お前の方は逃がさないぜ。おら、とっとと歩きやがれ。どうした、キャルラトーラ。はい、なんだか呼ばれてる気がして。呼ばれてる？わからない、声がするわけじゃないけど、呼ばれてる気がするんです。俺って緑光の証のルーン？これってリーンが持っていっちゃった。いや、別の。
ルーンの遺跡は待ってるんだ。待ってるって？必要な時と必要な相手を、そういう風にガーディアンは考えている。今回はキャルラトーラ、あんただったってことさ。そしてその必要な時までを守るのが私たちガーディアンの使命さ。ルーンの遺跡は待ってる。あの時もそうだったんだろうか。ルーンが戻ったってどういうこと？ルーンを持ってその子が突然現れたのだ。よかった、無事だったんだな。そうだと思ったけど。それじゃあこのルーンは？来なさい、キャルラトーラ。我らツリーフォークは古くからの暮らしを守り、古きものを大切に思うのが良きことだとしている。だからこそ外の世界、新しきものに心惹かれるお前にルーンが与えられたのだろうと古老様はおっしゃっている。我らツリーフォークの新たな導きになるように。でも古きものの中にもいいものも悪いものもある。新しきものの中にもいいものも悪いものもある。だがただ古きものの中にいては古きものの本当の良さを知ることはできない。お前は古きものを大切にするために外の世界で新しきものを見る。それを五郎様も望んでいる。じゃあ僕は外の世界を。ああ、五郎様もそれを望んでいるそうだ。なら、ノア、僕のこと、そして五郎様やツリーフォークのことを助けてくれてありがとう。今度は僕が君の力になりたいんだ。君と一緒に行かせてほしい。ああ、よろしくな、キャルラトーラ。あの、それでリーンは？そうだ、さっきから見当たらないけど、まさか。ああ、そうであった。それが、五郎様にルーンを渡した後は私にはやることがいっぱいあると言ってどこかへと飛び出していった。とにかく俺たちは村へと一度戻ろう。
リンもそっちへ戻ってるかもしれない。そうね、ノア、リンを見つけたらちゃんと兄さんのところに戻るように言っておく。それでいい？ああ、頼む。待て、お前はどこの誰だ？また賊か？なんだって？やあ、ノア、こんなところで会えるとはね。まったくついてる。例の帝国のスパイ、ヒュース・バインは牢へと閉じ込めておきました。さて、次はそちらの話になります。あなたが無事だったということは、もちろんお嬢様は無事なんですね。ああ、心配するな。私とペリエールとユンカースは東に逃れて砂漠の道を通って南のユークリスへ入った。ペリエールが言うには、ユークリスの君主とは懇意にしているから力を借りるんだということだった。ここで合流するって話だったけど。あのお嬢さんが言うには、こっちはノア、お前とユーミルがいるから大丈夫だから私は先手を取って動くとさ。らしい言い方だ。まったく。それでユークリスに入ったのはいいんだが、なかなか交渉がうまくいかなくてね。それでこっちへ来て力を貸してくれとさ。私が使いに立つことになったんだ。一人であの大樹林を突っ切ってきたのか？無茶をする。今は無茶も必要な時だからね。それにユークリスに道に詳しいのがいてね。ユークリスの君主ユンマ・シャーリアス殿はペリエール様と幼い頃から知った仲です。先の戦いでもユークリスに援軍を頼みましたが、結局返答はありませんでした。私の見る限りじゃ君主の坊ちゃんは手を貸したいみたいだが、周りの連中は帝国の機嫌を損ねるのを恐れているようなのが多いんだろうな。帝国は完全に攻めてきて、エルティスワイスも占領されてるのに？帝国はあの侵攻を、我々グリューム伯領による国境審判の権威を確かめるためと表向きはしています。それに諸国連合も一枚岩とは言えない。みんな自分が可愛いのさ。とにかくユークリスへ行ってみよう。ペリエールはそこで待っているんだろう。ペリエール？ペリエールさんだね。そうです。ユークリスへは私が道案内をする。トンボ帰りになるがね、まずはツリーフォークの村へ向かうことにしよう。はーい、はいはいはい、私も行く。
よくわからないけど、ユークリスのわからず屋どもをぶっ飛ばしてやる。それではユークリスへ向かうメンバーをお決めください。暫定リーダー殿。よろしくな。はい、わかった。回復でしたら私にお任せください。お嬢様のことは心配ですが、私はここでルースを守ります。ペリエール様のことはよろしくお願いします。暫定リーダー殿。ああ